井上康二井上康二から1925年1月18日は、明治期の実業家。小賀工業会社に入り、阿修工業所長、小賀合名会社理事を経て、帝国生命保険社長。小賀財閥で大技を成し、今田文次郎と並んで二大巨頭と言われた、備中国上防軍高橋町生まれ、旧庭瀬藩士、井上康一の長男。官学塾優に学び、 岡山中学を中退。16歳で単身上京をし、優秀感学等だった、三島中州が開いたに小学者、同人者に学び1883年慶応義塾、入学、明治18年に卒業。1885年卒業と同時に、米国に留学し、1888年帰国。時事新報を経て留学生支援を行う。百八十八年、 渋沢栄一の紹介で、小賀工業に入り、1910年に、足尾工業所長、1917年に、小賀合名会社理事、1922年に、帝国生命保険社長となった。ジャーディン・マセソン紹介との間に1890年までの、賛同全額売約の大契約をなし、このマジソン紹介との契約は、それまでの機械嫌いの古川を表現せしめた。 1905年に小賀本店が小賀工業会社になった際に理事に昇進し、足尾工業所支配人となり、1917年に小賀工業会社が小賀合名会社に組織変更されると総理事に就任、事実上の小賀財閥の色彩裁と統括を担当した。か大阪電気奮闘、天竜川水力電気社長、大正工業、日光電気機動、 東京小賀銀行、小賀商事取締役お金、日本工業クラブ理事。小賀合名会社発足時には、同社の筆頭を株主となった。洋曲、長唄、佐藤などに通じ、国風を好んだ。ありがとうございます。